猫ちゃんは自由気ままな性格で知られていますが、時には運命の相手として飼い主さんを特別視する瞬間があります。この動画では猫ちゃんが飼い主さんを信頼し深い絆を築いた時に見せる行動について詳しく解説します。猫ちゃんがどのように飼い主さんを自分にとって特別な存在だと認識し、その愛情を行動で示すのかを理解することで、より深いコミュニケーションを築くヒントが得られるはずです。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは、猫ちゃんに関する大切な情報をお届けしています。少しでも興味を持っていただけたら、どこのチャンネルかわからなくなる前に、チャンネル登録をお願いいたします。その1、体を密着させてくる。猫ちゃんが飼い主さんを運命の相手として確信すると、体を密着させる行動をとることがあります。これは単なる甘えを超えて猫ちゃんが飼い主さんに対して、深い信頼と愛情を感じている証拠です。猫ちゃんは自然界では警戒心が強く、他者に体を預けることは滅多にありません。そのため、全身を密着させてくる行動は、飼い主さんの存在を最も安全で心地よいものと認識しているからこそ見られるのです。彼らは飼い主さんと体を密着させることで体温を感じ、安心感を得ています。このような行動を通じて、猫ちゃんはまるで自然な一体感を感じており、飼い主さんも、その瞬間に自分が特別な存在であると感じられるでしょう。こんな時は、猫ちゃんからの信頼の深さに静かに感謝しながら、そのぬくもりを共に楽しむことが大切です。その2、ゆっくりと瞬きをする。猫ちゃんがゆっくりと瞬きをするのは、人間に対する信頼と愛情のメッセージとして知られています。この行動は、猫ちゃんが安心してリラックスしている状態であることを示しており、相手に対して敵意がないことを伝えています。猫ちゃんが飼い主さんをじっと見つめ、ゆっくりと瞬きする瞬間は、猫ちゃんが飼い主さんを信頼し、安心している証拠と考えて良いでしょう。これは猫ちゃんのキスとも呼ばれるもので、猫ちゃんとの絆が深まっていることを物語ります。こうしたサインをキャッチできたら、飼い主さんもゆっくりと柴叩き返してみてください。猫ちゃんはその反応を受け入れ、一層安心してくれるでしょう。このように、猫ちゃんとのアイコンタクトを通じて、お互いの信頼関係を深めていくことができます。その3、喉をゴロゴロ鳴らす。猫ちゃんが喉をゴロゴロ鳴らすのは、飼い主さんに対する満足感や親愛の情を示すための重要な行動です。この音は猫ちゃんが非常にリラックスしていて、満ち足りた瞬間に発しますが、特に飼い主さんの存在が心地よく感じた時に頻繁に見られます。ゴロゴロ音は、彼らが非常に幸福であり、心が穏やかな状態であることを表しており、飼い主さんのそばで安心している何よりの証拠です。猫ちゃんがこの行動を見せてくれるときは、まさに飼い主さんを運命の相手と考えている愛情のサインと言えます。さらに、この音には、猫ちゃん自身のストレスを軽減する効果もあり、猫ちゃんにとっては非常に重要な役割を果たしています。猫ちゃんのゴロゴロ音でリラックスしている様子を堪能し、自分も一緒に心地よい時間を共有することが、猫ちゃんとの絆を深める秘訣です。その4、膝の上で眠る。猫ちゃんが膝の上で眠ること以上に、飼い主さんへの完全な信頼を示す行動は少ないです。猫ちゃんは本来、警戒心が非常に強い生き物なので、安心できる環境でしか眠りにつくことはありません。そのため、膝の上で眠る行為は、猫ちゃんが飼い主さんを運命の相手として完全に信頼し、リラックスしている証拠です。この行動を通じて、猫ちゃんは、
心からの愛情と絆を飼い主さんに伝えています。膝の上のぬくもりや鼓動を感じながら、猫ちゃんは穏やかな心地よさに浸ることができます。この瞬間は猫ちゃんと飼い主さんの間の絆が非常に強く感じられるものであり、甘えてくる猫ちゃんに優しく手を添えることで、お互いの心のつながりをより深めることができます。猫ちゃんとの信頼を築くためには、このようなリラックスした時間を大切にし、共有し続けることが重要です。その後、お腹を見せてくる。猫ちゃんがお腹を見せることは、飼い主さんへの最も深い信頼を示す行動の一つです。猫ちゃんは本能的に自身の弱点であるお腹をさらけ出すことはめったにありません。この動作をすることは、飼い主さんが自分にとって完全に安全な存在であるという証拠で、猫ちゃんが飼い主さんを運命の相手と考えていることを示しています。お腹を見せている猫ちゃんは最もリラックスした状態にあり、相手を信頼しきっているので、飼い主さんはその瞬間に自分が特別な存在であることを実感できるでしょう。しかし、注意が必要なのは、そのお腹をすぐに触ろうとすると逆に猫ちゃんが警戒心を持つ可能性があるため、猫ちゃんが心地よくそのポーズを保っていることを見守ることが、最良の関係性を維持する鍵となります。その6、顔にスリスリする。猫ちゃんが飼い主さんの顔にスリスリする行動は、猫ちゃんが大好きな人に見せる特別な愛情表現の一つです。この行動は、自分の匂いを飼い主さんにつけることで、互いのアイデンティティを確認し合い、より親密な絆を築くために行われます。まるで飼い主さんを運命の相手と考えているかのように、しっかりと自分の存在をアピールする仕草です。猫ちゃんが顔にスリスリするのは、そこが非常に敏感な部位であり、ひどく親しい相手にのみ許される行動です。この接触によって、猫ちゃんは自分の居場所がここにあり、飼い主さんが特別な存在であることを示しています。このようなスリスリする行動を通じて、お互いの信頼や愛情を確認できる瞬間を大切にし、猫ちゃんの求める安心感をいつも提供できるように心がけましょう。その7、甘噛みをする。猫ちゃんが甘噛みをすることは、飼い主さんに対しての愛情の一環であり、強い信頼関係が築かれている証拠です。通常、猫ちゃんは甘噛みを好きな相手だけに行います。この行動は、飼い主さんを運命の相手として認識し、親しさを示すためのもので、仲間との遊びを模していることが多いです。甘噛みに攻撃性はなく、あくまで優しく控えめで、そのことが猫ちゃん自身の強い愛情を表現しています。このような行動を受け入れられることで、猫ちゃんはさらに飼い主さんとの絆を深めることができます。ただし、甘噛みの時は猫ちゃんに安心感を与え、過度に噛まないよう優しく対処することが求められます。無理をせずに甘噛みを受け入れ、猫ちゃんとの親密な関係を維持し、互いに安心できる空間を共に育むことが大切です。その8、飼い主さんのそばに常にいる。猫ちゃんが飼い主さんのそばに常にいるという行動は、飼い主さんを運命の相手として確信していることを示す最たる証拠です。猫ちゃんは基本的に自由で独立心が強い生き物ですが、それにもかかわらず飼い主さんの近くに居続けるというのは、それほどまでに飼い主さんを大切に思っている表れです。この行動をとるとき、猫ちゃんはあなたの存在に安心し、共にいることで心地よさを感じています。こうした行動は、飼い主さんとの絆が強固であることを示し、猫ちゃんが特別な信頼を持っていることを意味します。この時、飼い主さんは猫ちゃんにとってどれだけ重要な存在となっているかを実感し、より一層思いやりの心で接し、
ペットとの信頼を深めていくことが大切です。猫ちゃんと共に過ごす時間を楽しみ、相互の愛情を大切に育んでください。その9、尻尾を立てて近づく。猫ちゃんが尻尾を立てて近づいてくるとき、それはまさに飼い主さんを運命の相手と考えている証拠です。尻尾を立てる行動は、猫ちゃんがとても機嫌が良く、相手に対して友好的だと伝えています。猫ちゃんはこの姿勢を飼い主さんに見せることで、自分がどれだけ心を開いていて、安心しているかを表現しています。特に、飼い主さんの姿を見て、尻尾を立ててまっすぐに近づいてくる瞬間は、飼い主さんに対する強い信頼感と、愛情があることの何よりの証拠です。この行動を目にしたとき、飼い主さんは、自分を信頼しきっている猫ちゃんへの感謝を忘れず、その安心感を保ち続けてあげることが肝心です。猫ちゃんの心地よい動きに合わせて、日々のコミュニケーションを深めることで、さらに安定した関係性を築いていくことができるでしょう。その10、おもちゃを持ってくる。猫ちゃんが飼い主さんにおもちゃを持ってくる行動は、非常に特別な信頼と愛情の印です。通常、猫ちゃんは、狩りや遊びを通じて得たものを独り占めする傾向がありますが、それを飼い主さんに持ってくるということは、あなたと一緒に楽しみたいという意思表示です。この行動は、飼い主さんを運命の相手とみなし、一緒に時間を過ごしたいという願望の表れでもあります。猫ちゃんが自分の大切なおもちゃを飼い主さんに差し出すことで、お互いの関係において、重い信頼と愛情を表現していると言えます。飼い主さんはこのような行動を温かく受け入れて、一緒に遊ぶ時間を確保することで、猫ちゃんとの絆を一層深めることができます。猫ちゃんとの楽しいひとときを共有することで、相互の信頼感をさらに強化することが可能です。今回の動画では、猫ちゃんが飼い主さんを運命の相手として確信したときに、見せる行動についてご紹介しました。例えば、飼い主さんのそばにいつもいたがる、体を寄せてゴロゴロと喉を鳴らす、あるいは特別な鳴き声でコミュニケーションを取ろうとするなど、これらは猫ちゃんが強い信頼感や安心感を感じている証拠です。また、飼い主さんが出かけた後に寂しさを表す行動や、帰宅時に大きな喜びを示す姿も、猫ちゃんにとって飼い主さんがかけがえのない存在であることを物語っています。こうした行動は、猫ちゃんが自分の居場所を見つけたサインとも言えます。猫ちゃんとの絆をさらに深めるためには、日々の小さなサインに気を配り、猫ちゃんの気持ちを尊重しながら、関わることが大切です。このチャンネルでは、今後も猫ちゃんの大切な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では、また次の動画でお会いしましょう。